皆さんこんにちは。こんにちは、今日は単語のアウトサイドスイブルについて説明したいと思います。早速いってみましょう。ワン、ツー、せーの、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。ゼロ、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四、一、二、三、四。はい、一度踊らせていただきました。このアウトサイドスイブルなんですけども、今回は単語でやりましたけども、他の種目でも、使われる、とても万能なステップになっています。よくある問題と、あとはそのスイブルの種類とか、カウントの取り方の、種類ですねっていうのを、皆さんに今日はご説明したいと思います。早速やっていきたいと思います。はい、それではまずこのアウトサイドスイブルの種類なんですけども、方向ですね。まずは方向と、あとはカウントの取り方っていうのがちょっと人によって変えたりする時があるので、それを知っておく必要があると思います。まず一つ目の、方向ですね。アウトサイドスイブルの方向として組んだ状態からスロークイック、クイック、オープンフィニッシュが終わりました。ここからアウトサイドスイブルをしたときに、ここからですね、足を、後ろの足を戻してきたときに、PP になって終わるパターンと、0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、オープンフィニッシュが終わって、スイブルが終わった後、ここからですね、クローズになるパターンと。はい、この PP のバージョンとクローズのバージョン、2種類があると思います。このスイブルが終わった後のクローズバージョンなんですけども、もう一つのパターンとしては女性の回転量が多いクローズも可能となりますので、大きく分けてだいたい3つぐらいですかね。はい、アウトサイドスイブルの終わった時の形っていうのは3つぐらい方向が違うもの、パターンが違うものがあるので注意してやってみてください。はい、続きまして、カウントの違いについて説明したいと思います。カウントなんですけども、オープンフィニッシュが終わって、アウトサイドスイブルの一般的なカウントっていうのはスロー、そこからクイック、クイックという形が多いんですけども、人によってはこの状態からスロー、スローというふうに、ツースローを使うことでゆっくり見せるという方もいると思うので、これはどちらでもいいと思います。はい、今のように、いろんなパターンのアウトサイドスイブルがあるんですけども、その前にやってるフィガー、そしてアウトサイドスイブルの後に何をフィガーを踊るかによって、カウントの違いとか、体の向きですね、方向っていうのを決めてあげるととてもスムーズに踊りやすくなると思うので、どのアウトサイドスイブルが適しているか、考えて踊ってあげるといいと思いますので、皆さんもやってみてください。はい、それでは、このアウトサイドスイブルでよくある問題っていうのを皆さんにご紹介したいと思います。組んだ状態からスロー、クイック、クイック、スロー、オープンフィニッシュが終わってアウトサイドスイブル行くときに、このように分かりますかね、男性と女性がかぶってしまうという症状が一つ、もう一つはスロー、クイック、クイック、スロー、アウトサイドスイブル行くときに
男性がリードが強すぎて女性を引っ張ってしまうことでバランスがうまく取れないという症状が2つ目。もう一つの症状はスロー、クイック、クイックスロー、アウトサイドスイブルでうまくリードができたとしても、その閉じるときですね、戻ってきたときにバランスが崩れやすいという症状があると思います。はい、今のような、大体3つぐらいですかね。はい、うまくアウトサイドスイブルができないということが、多くの方が経験していると思うんですけども、単語のアウトサイドスイブルって、まあベーシックなんですけども、とても魅力的なフィガーですよね。上手い人見るとやっぱりこうスパッと返してぐるんってこう女性がネックが変わる、足さばきもとても綺麗なフィガーだから、ああいう風に踊りたいと思ってリードを頑張ってしまうんですけども、重要になってくるのは、スイブルは実は回転するフィガーではないっていうのを理解してあげるといいと思います。はい、回転するフィガーではないっていうことですね。スイブルっていうのは、ダンス用語では片足に乗って片足に 100% 乗った状態で体の向きをターンをする、まあ旋回するっていう意味がスイブルってあるんですけども、旋回しているつもりがない方が踊れるんですよね。目的を旋回しないことっていうのはとても重要になってくると思います。回らないっていうことですね。はい、一度やってみたいと思います。組んだ状態からワン、ツー、せーの、スロー、クイック、クイック、スロー、オープンフィニッシュが終わりました。ここから、多くの方はここ早く見せたいっていう気持ちが強すぎて、男性も女性も早めに回してしまう、先ほど言った旋回ですね、してしまうことで、先ほどの、わかりますかね、1個目の症状、かぶるとか、男性が回してしまったきっかけで女性が振り回されるという症状、もしくはここで旋回してなんとか踏ん張れたとしても、クローズするときにやっぱりここでもやっぱり旋回してしまって、ぐらついてしまうっていう症状が生まれてしまいます。なので先ほどお見せした、よくある症状3つっていうのは、だいたい回しすぎていることが原因でうまく踊れないということが考えられます。はい、ここで、ちょっと重要になってくるのが、そのアウトサイドスイブルは、まあテクニックも大事なんですけども、僕たちが大事にしているのは、このアウトサイドスイブルというフィガー自体がどうやって生まれたのかっていうヒストリーですね、歴史といいますか、はい、アウトサイドスイブルはどうやって生まれたかっていうのを理解すると、意外とああなるほどね、だからこういうふうに踊んなきゃいけないんだっていう、なんていうのかな、ステップの理解というか深みが出てくるので、とても動きもスムーズになると思います。今日はそれをご紹介したいと思います。はい、それでは、このアウトサイドスイブルがどうやって生まれたか、まあ多分諸説あるので絶対この話が正解ですよっていうわけではないんですけど、僕たちが聞いたスイブルの話、生まれですね、はどういうもので生まれたかというと、男性と女性が踊っていてオープンフィニッシュになりました。この状態から、男性は次後ろにステップをしたかった、後ろにこのように継続してステップしたかったんですけど、気分が変わったっていうのが重要になってきます。ここから後ろにステップしたかったのがやっぱりやめようって前に踊ろうとしたんですよね。男性の足型だけ見るとオープンフィニッシュが終わって後ろにバックしようかなって、こういうふうにバックし続けようとしてたのを途中でやめた、一歩下がったら、あ、やっぱ前に行こうっていうふうに思ったんですよね。で、女性はそれに対してオープンフィニッシュが終わってまっすぐずっと行くつもりでいるのに、男性が一歩目で後退してやっぱやめたってなったので、男性が前に出た結果、
女性のこちら側のボディもしくは空間ですね、空間が圧迫されてスイブルが生まれたっていうのが、このスイブル、アウトサイドスイブルの誕生だというふうに聞いたことがあります。なので、できればスロークイッククイックスロー、ここから回さなきゃじゃなくて、お互いに前進と後退をして、途中で男性がやっぱり反対にしようかなって思ったフィガーっていう風に捉えてあげると、男性と女性の立ち位置やバランスっていうのがとてもスムーズになると思います。いいパターンと悪いパターンもう一度やってみたいと思います。組んだ状態からスロークイッククイック、オープンフィニッシュが終わって回さなきゃという踊り方と、スロークイッククイックスロー、後ろ行こうかな、あ、やっぱやめたという踊り方、このようになります。反対から見せると、スロークイッククイックスロー、その場で回してしまうとこのような形になります。スロークイッククイックスロー、ここから一歩後ろに下がります。でも途中でやっぱり前に行きたいなと思って気が変わった瞬間に女性がターンをさせられるという形になります。はい、続きまして、今アウトサイドスイブルでくるっと女性が変わったところまで教えました。その後 PP だったりクローズになる時の、終わりの形なんですけども、ここでバランスが崩れやすい人は何が原因かっていうと、まあシンプルに考えてこの膝ですね、両方の膝が、伸びちゃうっていうのが原因だと思います。一度やってみたいと思います。ワン、ツー、せーの、スロークイックイックスロー。で、先ほど教えた、男性交代、女性前進。それを途中で男性がやめることでスイブルが生まれました。ここから、この両方の足ですね。これが、クローズした時に伸びたまま、こうやってクローズしてしまうと、いきなりトーンと高くなった感じがして、グラグラグラっと来やすくなります。なので、スイブルが終わったら、この両方の膝、ずっと曲げ続けてあげる。下に下がるっていうわけではないんですけどね。うん。前の足に乗った時にしっかりと膝を緩めてってあげると、意外とクローズになりやすいと思いますので、これはとてもシンプルですね。はい。早くチェンジしなきゃと思って、ぐっとこう高くなったり緊張しないように、緩めた状態で膝を曲げてあげると、とても、バランスがいい動きになると思うので、意識してやってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はタンゴのアウトサイドスイブルをご紹介させていただきました。ポイントとしては回さないっていうことですね。はい、前進と後退の、関係が、行き違いが発生した結果スイブルが起きてしまったっていうのが、まあ諸説ありますけど、はい、これがとても重要になると思いますので、回してるなという方はぜひとも練習でやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。